こちら、キミポン広場なんですけれども、まあまたこれもずっと過去のね、動画の中でこの水道線のね、あるところの2段目のところにですね、アシナガバチの巣を去年ね作ってすごい大きくなってたんですけれども、それがまた、冬越しをしてまた今年のアシナガバチ戻ってきたみたいです。で今度はねこの模様のお皿の後ろ側にね、作ってる今、作ってるみたいなんですね。ここに一つともう一枚の向こう側にも作ってるみたいです。じっとこちら見てるんですが暗いからわかりますかね。で、この子たちはね、よくわかってるみたいで、人の声とか、匂いわかるのかな。キンポンとか、いつもいる、妻とか、そういうものに反応せず、普通なんですが、他人さんが通ると、ちょっと威嚇するみたいなところはあるみたいです。で、ここがそれぞれマンションみたいにね、あちら、こちらに、巣作りを始めているみたいです。で、先般はね、小型スズメバチの巣はね、撤去したんですが、アシナガバチは結構人にはおとなしいんでね、そういう感じで、まあ、見届けていこうかなと、見逃していこうかなというような感じです。はい。で、まあ、梅雨が入ってこれから、ジメジメとしていくんですけども、まあ、アジサイも、咲き出してね、そんな、鬱陶しい中でも、ちょっとこう、潤いがあるように、なってきますね。なってきましたね。はい。で、この、ブドウなんですけれども、ブドウも少しずつ、大きくなりつつありますよね。だからまあもうこの状態で楽しんでいこうかなというふうに思ってます。まあいろんなメンテナンスっていうのはねもうせずにもうなったらなった分、実ったら実った分いろんなまあ方法があるんじゃないかなとは思うんですけれどももう出荷をするわけでもなく、うん、だからまあ食べられるような大きさで、ぶら下がってくれれば、うん、いいかなと。まあ、こういうのなんかはね、きちっとメンテナンス、ポロッとした、してあればいいんでしょうけど、どこ行った?あ、こういう感じ。うん、だからまあ、ぶら下がってたらいいかな。そういう感じ。はい。まあ、それはそれで、いいかなと思います。うん、これでまた、紫玉ねぎ動画で、ちょっとまあマリネを作ったり酢漬けを作ったりしてみようかなとかねいろんなことをまあ思いながら今日始まって、いこうかなと今日始めていこうかなというような感じです。はいはい、皆さんおはようございます。キンポンです。いつもご視聴ありがとうございます。先ほどのその蜂ね、蜂。蜂でもね、アシナガバチは結構、順応してくれてるんですね、生活の中で。で、あんまり襲いかかったりっていうような、ことがないんで、まあ今年も、飼育というか、様子を見ながら、まあ一緒に共に生活をしてみようかなと思っています。というのがね、まあ、幼虫、毛虫とかの幼虫を食べてくれたりとか、まあ、野菜作り、菜園の中で、まあ、欠かせない、役割を果たしてくれてますんでね、まあ、攻撃を与えて、やっぱり刺されたりするようなことになると、それはまあ、害虫扱いになるんですけれども、まあ、いわゆる益虫扱いというか、結構、まあ、共存できる生き物だと、まあ、去年ぐらいからね、思い出しました。で、手乗りになったところの画像が、動画がね、ありますので、後ほどまたそれも、ご覧いただけたらなと思っています。ということでね、今日も一日よろしく。この、表側の反対側ね、こっちは、とっくり鉢の巣です。こっちはもう本当に、害を加えない、土でできた巣なんでね、危害を加えない、全く安心な、鉢です。まあ、そういうことで、ここも、見逃しています。じゃがいもをね、収穫をして、まあ、一日ちょっと、まあ、天気のうちに乾燥させて、その間にですね、
土を成長して、次のトマトを植えていきました。で従来ですとね、黒マルチをしたりとかしながら、トマトを植えて、まあ地表の上に対しては、まあ、この土の状態であるか、黒マルチをするかというようなところなんですが、金本の広場の場合はこの枯れ草マルチってね、いうのをのっけてのっけてという前の動画でありますように、こんな感じで、間に敷き詰めています。まあ、これによって、炎天下の、太陽光線の土への刺激が緩和されることと、それと、まあ、土の湿潤を保つということと微生物の活性化ということで、当然、まあその枯れ草マルチの下にはダンゴムシがいたりとかミミズが地表にいたりとかというようなことに、なってくると思っています。まあ、それで、まあ、植物の成長も著しく、まあ、改善されているというようなことを思っております。まあ、こちらの方も同じ時の苗なんですけれども、すでに、先に、トマトの方とそれと、プチトマトの方と、植え付けをしているわけなんですが、まあ下をめくるとですね、こういう感じで、ダンゴムシがここでうろうろ、してますよね。まあ、そういう感じで、ダンゴムシがこの下の土とこの敷草、枯れ草を分解してくれる役割をしておりますので、これがなかったらどんな場合でもその植物、植物じゃないね、野菜を食ったり、してしまうんですけれども、まあ、それがなくなったというのはかなり、まあ、効果があるんじゃないかなと思っています。日を追うごとにね、どんどん先に植えた方から成長が進んでいます。まあトマトの方もね、まあ、温室じゃなくって本当にもうギリギリになってから植えていったわけなんですけれども、結構まあこの6月の3日に、植え付けをして、もうこんなにね、大きい方も小さい方も、プチトマトと大玉の方も進んでくれてるんでね、結構嬉しいです。それから、キュウリもですね、種から発芽をさせて、植え付けをするともうここまで、成長してくれましたんで、この後の雨によってね、かなり、大きくなってくれるんじゃないかなと思ってます。だからまあ花も咲いてますけど、まあ、しばらくちょっと落としながらね、一番まだねちょっと落として、で脇芽が出て、そこからまた分割をして、キュウリが実ってくれるんじゃないかなと思っています。はい、もう早いですもんね、一回こう実がつき出すと。まあ、あとはウリハムシとどういう感じで、植物、キュウリが戦っていくか、負けるか勝つかみたいなところですね。はい、ということで、もうとうとう梅雨になってしまうんで、もう夏服に着替えさせてやらないといけないんですけどね。はい。これね、これもまあダイソーで買った1袋50円のインゲン豆で、こんな感じで3月19日に種をまいて植え付けして、毎日少しずつなんですけれども収穫ができてます。結構助かるんですよね、ぼちぼちね、食べていくのにね、という感じで、夏野菜、これからまあ梅雨に入っていくわけなんですけれども、もう毎日がキュウリとかナスビとか、トマトとかいうことで、まあ、楽しんでます。まあ潤いのある菜園生活の中でも、今日はね、蜂の話を中心に、してみたいと思いました。だからまあこの後ね、昨年、さよならする時の動画がありますので、それを見て、おしまいにしたいと思います。ということでね、最後まで、ご視聴いただきまして、ありがとうございます。あと去年のね、手乗り鉢になった足長鉢の画像を見て、お別れをしたいと思います。ではごきげんよう。もう本当に冬が来るから、蜂さんもどうするんだろう。
こうやってね一緒に生きています。ハチさんって本当はね怖くないんですよ。ほら次行きますよ。はい奥さんの方に来ました。みんな一緒に生きているんだよ。はい、じゃあ金庫の方来てね。はい、どうぞ来てねって。ありがとう。でもさ、みんなあっちにいるよ、大きい鉢。でもあれ少なくなったね。どこに住むの。冬ごもり大切だ。でもね、自然界だから、キンポンは言えません。ありがとう。飛んでいった。